5月13日トークライブ、5月14日ワークショップ、ぜひ東京へ。じゃあ、いよいよ新隊員さんが来る前の直前のこの朝礼が行われますって。朝礼、まず屋上が、まず屋上がすがすがしい。入隊日にはうってつけの朝だね。なんかもう本当あれですね、新隊員さんの新隊員になる門出の春と、そして隊員さんも初めての班長になる、お互いになんか門出の春を感じます。早速いいコメント言えた気がしています。はい、それでは朝礼をお実施します。連続事項本部、はい、普及からです。本日入隊者の方が着隊すると思うんですが、寝具、シーツ、枕カバー、掌握のほどお願いいたします。よいです、いよいよ始まります。自衛官候補生に対する教育隊長の擁護事項、失敗を恐れずに仲間と共に一歩前へ、それと我々に対する擁護事項、候補生の心に火を灯す教育の追求ということで、昨日いただきましたので、今日からスタートしますけど、楽しんでというわけにはいかないと思いますけども、そういう気持ちでないとやっていけませんので、ね、楽しんでやっていきましょう。各隊気をつけ、迎えに行かれ、あれー、おはようございます。おーす、それでは今日着隊ということで、当然ワクワクしてくるものもいると思うんですけども、ほとんどのものが不安を迎えてくると思いますので、その辺を理解して対応、声掛けをしっかりお願いします。今日のために今まで1ヶ月間準備してきたと思いますので、その辺も思い出して対応よろしくお願いします。これ終わったら副隊長だけ私のところを行きます。いよいよ参ります。どんどんさまざまな最終準備を行っております。はい、そろそろね、新隊員さんが来る時間なので外行きます。この、外の階段から来ますんで、看板1個目、祝第一普通科連隊着隊おめでとう。こっから入るわけですね。いよいよ今門の前にいるんですけど、入隊者さんがちょっとそろそろ来る時間なんで、そろそろ、あれ入隊者かもしれない、来てるかもしれない、ちょっと行ってみましょう。あ、門にいらっしゃってます。ついに来た来た。来ました、第一陣の新隊員だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お名前お願いします。山月蓮です。山月、山月蓮です。蓮美です。では、あそこで隊員、あっちの手を挙げてみてください。新隊員入ってきた第1号の方に話聞いてみましょう。新隊員第1号、どうぞどうぞ、一旦置いていただいて。失礼します。失礼しますね、はい、今日はどちらからいらっしゃったんですか。埼玉県から来ました。埼玉県、はい、なぜ自衛隊に。もともと人を助ける仕事がしたいと思ってます。はい、なるほど。今日からの新隊員ですけども、はい、今のちょっと気持ち、どんな気持ちですか。はい、心配事いっぱいあるんですけど、はい、精一杯頑張りたいと思います。お父さんお母さん、はい、一言言おうか。はい、一生懸命頑張ってきます。じゃあ入隊式、はい、来ます、はい、じゃあそれにまで頑張ってください。ありがとうございます。いいね、髪型もしやがって髪型もしやがって、はい、いいです。ちょっと、はい、ポーズじゃないけど、ちょっとポーズじゃないけど、大丈夫大丈夫、はい、ちょっとポーズが、いや全然全然大丈夫だ。まあ、なかったらもうちょっと行くかもしれないけど。おー、いいね、仕上がってる。いいですね。あ、大丈夫だと思います。はい、でも約束はできませんけど。誘導
動され第一陣が進みました。頑張ってください、頑張ってください。お久しぶり。お久しぶりです。まだ会いましたよ。視聴者の。今日入隊なんですね。今日入隊です。来てください。はい。始めて。荷物ある程度まとめてジャージ持ってきて、ジャージに着替えて、はい、すぐ身体検査あるから、はい、それの書類がここに、はい、あって基準要領があるから、はい、おはようございます。でベッドがこの図の通りで、はい、名前書いてあるんで使って、わかりました、ありがとうございます。あとこのキャビネットっていうのを、これでロッカーはあの名前が書いてある、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。で基本的になんかロッカーに入れられこの辺に置いとけるものって必要最低限のものになってて、はい、一応こんな感じで下着とかジャージとか着替え類はこういうところに、あ、下のね、はい、で大きい荷物は後で別の部屋に入れるんで、はい、分かりました。なんで着替えて一回だけの格好で、はい、新隊の方がまた続々と来ました。なんかあれですね、部屋に先に誰いるのかなとか緊張しますね。ベッドとかあるかとかここ分かりました。なんでこのベッドと、はい、あの名前書いてある分かりました。まだ来てないですか。まだ誰も来てないんで緊張ですね。ちょっとしっかり来ていただければまだ自分の方が来てないんで、まあ、そうですね、はい、確かにまだ来てない。無事に着隊してくればいいと思ってます。そうですね、はい。瀬戸が地方から、はい、頑張ってください。大ファンです。あ、大ファンです。あ、大ファン、あらららららら、私のシール、はい、あら、頑張ってください。それがあればきっと困った時にはその門所で、はい、効き目は分かんないですけど頑張ってください。ありがとうございます。瀬戸が地方の、はい、松谷さん、片谷さんまで、はい、今日はあれですね、ついに入隊の、はい、見送りに参りました。さまざまな広報官勢ぞろいでございます。送り出すある意味最終的なちょっとした親御さん、そうですね。じゃあこちらになります。はい、荷物じゃあとりあえず、はい、出してるものとかあったら荷物特にない、はい、そしたらちょっと鉛筆貸し当て持ってきてるね。はい、まっすぐ来れた、まっすぐ来ました。坊主に、はい、坊主にしました。いい仕上がってきてます。いつも見させていただいて、本当ですか。はい、やっぱ見るよね。ちょっとあれですね、あの部屋に一人目ってある意味緊張しますよね。嬉しいですねやっと一人来てくれたので。そうですよね、はい、ずっと待ってましたもんね。ここから同じ範囲が来るんで、はい、やってきましたね。安心しました、来てくれて。おはようございます。
はい、ください。で、あ、いいよ、座って。で、書くものがね、いっぱいあるから。あ、はい、頑張ってください。あ、いつも見てました。あ、頑張ってください。持ち物も参考にさせてもらいました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。どんどん来られてますね。そうですね。いろいろやっぱ緊張感ですけど。あ、頑張ってください。はい、皆さん失礼します。お知り合いですか？いや、違います。あ、さっき初めまして。です今日から東京。はい、頑張ってください。ありがとうございます。いつも見てます。視聴者さん、視聴者さん、延長コード持ってきました。延長本当ですか？私も持ってきました。一班に 2,3 個あればいいって言ったから もういいよ。もう次来たら同じ、ね、あの同期がちょっと延長コード溢れちゃうから。僕持ってね、持ってきた方がいいって言ったから持ってきちゃった。もう一回来てもらっていいですか？ありがとうございます。待ってください。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。もっとね、仲間がたくさん来ますから、みんな仲良く頑張ってください。これからも応援してます。あ、そうですね。いや、むしろね、むしろ僕が応援する班長が班長になった瞬間、そして新谷さんの出会いと延長コード2人持ってきた。従順な2人、青春ですね。入隊すると、ね、1日目、着隊したら荷物搬入して身体検査して面接で、ご飯、そういう、あと服、お風呂、出た、縫い物、ベッドメイクを学んで、で23時に寝るという、これが初日です。初めてのこと尽くしだね。身体検査して、面接して、ご飯食べて。はい、頑張ります。呼ばれたり、はい、しては、朝霞の国、朝霞の国、暇がないから、はい、思い出でした。申し訳ないけど、ニュース一緒で、まあ、ひろきとなぎとで、ちょっと下の名前読みになるけど。わかりました。そっから2人バディになるので、はい、仲良くしてて、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくはい。これ普通になんかメンバーみたいな、ちょっと本当は昨日切ろうと思ってたんですけど、あの周り短くて、あ、そうなんです。だから上だけちょん切ろうと思ってたんですけど、ちょっと時間なくて。こういうスタイル、こういうスタイル。おしゃれで、ちょっとかわいい。身体測定が行われます。じゃあ、前、あれ、給湯室に特設ステージが出来上がっている。椅子、椅子、いやキャビネット便利だ。